最後の猫の登場です。猫の身体能力を見るためにさまざまな障害物を用意しました。アジリティ走に挑戦です。まず最初に来るのはハードル。高さの違うハードルが3枚、1枚目が35センチ、2枚目が50センチ、3枚目は70センチ。猫にとっては目の前にそびえる高い壁、果たして越えることはできるのでしょうか。この3枚のはしごを越えると、次に待っているのがこちら、大きな道具。こちらは横倒しになった10本の棒。これはどんな風に渡っていくかというと、上下にジグザグに渡りきることができれば成功です。猫のしなやかな背骨の動きにご注目ください。最難関です。そしてこちらを越えると、次に待っているのが透明な狭いトンネル。猫はヒゲが当たることで自分の体が通れる広さかどうか見極めることができるんです。トンネルを越えるとさらに大技に挑戦。これらの障害物、無事にクリアすることができたら、今までで一番大きな拍手をお願いいたします。最後にやってくるのはここ、キャットストリートで一番身体能力が高いこの猫、チャーリー。どうぞ。まずベースは私の後ろから登場です。やってきたのはベンガル、名前はチャイ。ベンガルは山猫に最も近い種類で運動神経は抜群です。それでは一つ一つ集中してまいりましょう。チャイの準備、レディーゴー。今目立つ、今目立つ、今目立つ。オッケー。そして最難関はしごです。1枚目からおっと取れてしまいました。もう一度行きましょう。チャイのはしご、まだなん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 、次回最後にオッケー。トンネルかかって最後は垂直気の部位、オッケー。できました。そして高いドアから下のクッションに降りてきてもらいましょう。ダーイブ。見事エースを務めたのはベンガルのチャイでした。さまざまな猫の身体能力をご覧いただきましたが、皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。今日ご覧いただいた通り、猫たちはちょっぴり臆病でとっても気まぐれな動物です。ですが私たちにとってはかけがえのないパートナーです。今日ここで楽しんでいただいた皆様がまた会いに来てくれるのを、猫たちも私たちも楽しみにお待ちしています。最後、くす玉がやってきました。このくす玉を開けてくれるのはアメリカンショートヘアのひまわりちゃんです。それでは行ってみましょう。ひまわり、この紐引っ張って引っ張って、頑張って頑張れ、もう一回頑張って、引っ張って、せーの、最後だから、両足で頑張って。ひまわり、もう一回いきましょう。ひまわりちゃん、ひまわりちゃん、こっち集中して、この紐引っ張って、うん、OK、 できました。さあ、何書いてあるんでしょうか。またにゃ、ということで皆さん、またにゃ。今日は楽しかったにゃ。猫を気まぐれない気になって、かっこりに伝えることができたに違いない。たまにはこんな風に人間たちを紹介するのもいいかもしれないね。キャットストリートの世界はいかがですか。以上で座席は終了。またいつか皆さんのところへ招待します。